何かおっしゃりたい、おっしゃっておきたいことないですか？もちろんですよ、大丈夫です。小然と欲するところに自在なりって、在在諸仏道常よし具象、この常に仏と共に仏道に小然って、そういう境界を得られますよと。しかもそれを生前中になんとなく確知するって言うんだから、だから三世が怖くなくなる、その死というものが怖くなくなるっていうのはそういうことだよね。生きながらにしても三世上皇のそういうその境界をなんとなく感じたまま死ねるわけだから、じゃあもう死ぬことは怖くないじゃん。あ、また大乗院様の身元に行けるんだっていう思い込みじゃなくて、もう本当にこう確信として、それを今世中に掴むのがあの仏道修行の本当の意味だからね。でそういう人をたくさん作っていくことが本当の高専ルールだから、そんな偽本尊ぶる下げて、個人会自宅拠点に偽本尊ぶる下げて、会館で偽本尊拝ませてって、そんでお肉毛が光ってどうのこうので6000万で国会の議決そんなものを作ったって何にもならないわけでね。それだけですよね。うん、だからここそれを矛盾だらけだからね。300万までいったら、今260だかどこら、300万までいったら、あっという間に6000万になるんだと。そしてお肉毛が光るんだと。それをまた同時中放映するか知りませんけども、誰が放映するか知らないけど、世界中の人が見て度肝抜かして入信してくるんだと。でその時には継承会館に行列がなすんだと。でこれは矛盾だらけ。それが2020年代にその決着が起こるっていうんでしょ。でその時は宗門に日目聖人が現れて、そして日蓮聖宗、あ、今までの検証会 ご苦労だったねつってお迎えするってわけでしょ。さあこれはいちいちが矛盾だらけな、矛盾というか荒唐無稽な、あのまあ言ってみればもう夢物語の話、現実離れした。でもそれをつくと、それは浅井先生の胸中のみに深い分かってらっしゃるんですと。で今逃げてきたわけだよ、継承会員は。さあ胸中に秘めたまんま亡くなっちゃったけど、だどうすんだこれ、もう一回聞くけどと。この日目聖人は今宗門にどの辺のレベルのご僧侶としているんだよと。その方は誰からけしみ役が切れたって言われてる日顕上人、日野上人ね、お二人ともけしみ役が切れてることになってんだから、誰からけしみ役僧侶を受けんだよと。そこをつくと浅井先生だけがそこは深いこと、けしみ役は切れて切れず浅井先生だけが知ってるんだと。その本人死んじまったところ、今ねどうすんだって、その日目聖人に対してのけしみ役僧侶はと。母もそれを言ってましたね、けしみ役が切れてるから。じゃあここでも切れてるから、でも 今いるでしょって言うても、もうそこでケチマキが切れてるから。いいじゃあ分かりましたと。じゃあその日目聖人最短の方にどうやってケチマキが創造されてるんですかっていう、ね、今まで浅井先生しかそれ知らないって言ってたんだからさ。もうそこで朝もそれですごかったね。うん、いや突きどころなんですよこれ、うん、浅井先生の胸中でしかそれは知らないことなんだと。で浅井先生も時が来たら語るというふうに言ってる最中で死んじゃったんだから、さあ日目聖人どうやってけしみ役僧侶するんだか証明してみせろっていうのを上栄さん連れてきて証明してみせろと、上栄に語らせろと。もうそれをどん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 作るってことだよね、教学部説明しろと。でそういうそのあの人が亡くなる直前に、直前っていうかそのある期間行ってきたあの荒唐無稽なね、もうまさに何だろう、次から次へととんでもないさ、あのヨタ話をして、で会員たちを煙に巻いてきたこのツケがこれから出てくるわけですよ。さあ一個一個説明してみせろって。だから今つくのはそこだと思うんだよね。それもすごい言ってましたね。語りの説明できないのかっていう、あ、本尊のなんか語りの意味を言ってみろっていうのね、教学部長やのに言えてませんでしたよね。ああ、坪田さんとかね、母が、私でも分かるのにそんなはずはない、お教学部長なんだから言えるはずやって動画に見せたけど、出ますけどって言っても、これは作り物だ、全部 CG かなんか作っとる。CG がすごいな。ずっと流れて問答で相手が言ったことを、この字がごまかい、やそれは言葉があんまり聞こえにくかったらこうやってテロップみたいになっとるからって言って、うん、
作っとるもん、まあ確かに作っとるもんだけど、ところどころ切っとるわけじゃないから、そのままずっと動画で撮っとるわけやから、うん、電話の録音から、うん、はい、お答えします、うん、約束します、うん、言うとるところから、うん、できたら、約束してません、そんなも知りません、こうやって勝手なこと言ってるから、いや、わかんない。これをどう誰が見てもどっちがってた、検証会がどう見てもおかしいだろう。そんなの見て信じて、そんなの見て信じて、それで魔性じゃ、うん、何でも魔性、何ええことあったら証人様もう都合のええなあって言うて、まあまあ典型的な婦人部のね、あの姿だからさ、そして現象だから、うん、全て答えは現象、あ現象、いやいや多分な、俺思うにはおかんが運が良かっただけやと思うよ、うん、多分副音がいっぱいあったんやろ、まだって見せてなかったんだろうって、うん、でそれで父ちゃんと会って、おいでな、交通事故起こって、保険金が入ったんやけど、うんうん、でもすんごい痛い思いして、なんでお金入ってきてそれがくどくなる、うん、違うだろう。蔵の財より身の財大切なりだからね、うん、だから蔵の財よりも体が健康の方が上位なんだよね。もう体はもう。だからなんで交通事故に遭って、保険に入ったからもう結構な額入ったみたいなんで、うん、でそれが大苦毒で、交通事故になった方はどうなっちゃってるわけ。実はその人ね、ぶつかってないんです。何詐欺じゃん。お母さんがびっくりしてこけて急ブレーキ、ほんならその方はもともととてもええ人だった。はあ、じゃあ保険使ってください、大丈夫ですか、ほんで全部私見ます、保険で全部前にあります。車自体全然1ミリも当たってない、かすりもしてない。なんだかさ、それで病院行ったらなんだか詐欺まがいな話じゃないですか。もう結構自己処理は早い、もう書いてくれ、もう検察持っていけって、いや、な、どうぞどうぞ、うん、もうまあ点数引かれるわ、罰金取られるわ、保険料上がるわで、ね、その人の、うん、だそうだよな、誰かの不幸の上にこう誰かが得するなんてのは本当のことじゃないですよ。そんなの仏様がそんなことするわけないじゃんね。大体そういう苦毒、うん、それを苦毒って、いやそれ苦毒言うし、なんか、うん、苦毒なんか、これでまあ三毒のことを僕に言ってたんやけど、うん、愚痴、怒り、欲、うんうん、でもよく二人で、いや母ちゃん、父ちゃんのこと全然大事にしてないよな、父ちゃん一生懸命船乗って稼いできて50万も稼いできて、うん、でも母ちゃんの父ちゃんの食事作るわけだよ、なんかあったらもうまあええまあええってもう総菜買うてきてそれ渡すだけ、うん、ですぐ何父ちゃんこうやってくれと、まあ、あ、はい、体が効かなくなってんのお母さん。母は普通に動きました。食事作ってんのはお父さん。父にあんまり作らないんです。その時ね、ちょっと調子具合が悪かった。あで糖尿がもっとひどくなってたから、うん、でもなんか父ちゃんの文句ばっかり言ってるなって言って、だからもうこの職務というかそうなんで報告持ってからこうイケイケ回ってくる時でもなんか車の中行っても、うん、ええー、まああの人はな勝手にななんかしとるからとか言って、もう愚痴がすごいよ、うん、でちょっと父ちゃんが何か言ったら、まあ余計なことせんでって言って、怒り。怒り。で、愚痴。父ちゃんが稼いでいたお金、もう何も言わず、自分は好きなバッグ買ったり、靴買うたり。え、母ちゃんまたバッグ買うって言ったら、もうええ、もう入ってるけ。で、年金もまた入ってきとるから。で、父ちゃんはもうええ、もう適当に魚、声出すか食べるだろうって。いや、それはちょっと。あかんやろうって、でももう少し父ちゃんに優しくしたらって言っても、うん、まあ、あの人も勝手にやるけいやいや、そのうち本当に父ちゃん保険用になって、なんでおいで対応金がかかるようなことがあって、もし何回でもそう施設に入らなあかんです、うん、そうとてつもない金がかかるよって、うん、ああ大丈夫もうって、だから母ちゃん自分のしか考えてない、うん、思いやりがなくなったなぁ、うん、父ちゃんはいや、みっちゃんがな、お金がない受けましが船乗って稼がな、もう生活が成り立たんし家賃も高いしって、僕にだけ、まあ、父ちゃんは頑張ってる、俺は見とる、うん、父ちゃん頑張ってる、どんなに言われて文句があれでも父ちゃんはもう嫌な世界で、もうわし辞めるって言えば言ったんやけど、あ父ちゃんそんな船も辞めるんか言っても、やっぱ次の日やっぱりお金いるし頑張るって、うん、で仲の悪い若い衆がおるんやけど、うん、漁師で、
だけど、まあ、嫌なことを言われても、もう無視、もうとりあえず家族を守るためというか、うん、で、まあ、みっちゃんも50万入ったら、まあ、嬉しいなるやろうって。だけど、まあ、俺に5万円だけお小遣いちょうだい。あと45万は、みっちゃんに全部あげるからって。うん、父ちゃんもパチンコがすごい好きで、うん、でしたり。でも母ちゃんはパチンコばいって、なんか私が一生懸命このゴンビョウショールから、うん、か家が守られてる。うん、いや、違うと思う。父ちゃんがめっちゃ船乗って50万も稼いで、70超えとんのに50万稼いでくる70歳おらんからだって、うん。圧倒的に父ちゃんの力だと思うて。うん、でもね、私がやっとるけど、なんかもう、母ちゃん、それは私教になってないかみたいな。うん、でもまあまあ何言っても母ちゃんは聞くまた、まあそのうち罰が当たるわって、うん、父ちゃんないから白にしとるしって、うん、あの人はもう好きで、パチンコさえやっときゃなんか気が済むんやろみたいな、うん、で父ちゃんがなんかこうたまに母ちゃんに、まあ、もううるさい、もう、うん、はいはいはい、いやいやガチャっていや、それはないわ、うん、母ちゃんもうちょっと優しくしたらって言っても、もうええええ毎回このパターンやから、うん、まあ多分母ちゃん、うん、まあその時検証会でそう死ぬから、まあ大将に様がお答えするやろ、多分ちょっと痛い思いして下手した父ちゃんなんか怪我して動けんようになって畑やったら、あ、女今度やばいな、俺がめっちゃ頑張らなあかんやんとってずっと、でも俺にまだその力がない、とりあえず入ったばっかりやし、とりあえずもう助けるだけ、何でもいいです、お力をお貸しくださいってずっとやってから、うん、でも今回もその僕も食えます、はい、ポロッと化けの皮が剥がれたから、うん、だからもう早く早く、もう本当に日蓮聖人様に、うん、もう本当に応援したいって、うん、まあ多分そのお金は欲しい、正直欲はあるし、うん、少しでもいてもお力をお貸しください、うん、どっちみちダメになったらこっちに来るから、やっぱ回せると、うんうん、だから父ちゃん今なんとか船に乗れるからって言ってみよう、母ちゃんはまあその保険金のまだちょっと隠し持ったところあるけど、まだ余裕かまして、うんうんうん、外食ばっかり言うときは散財の僧侶あるから、うん、散財ばっかり、もう母ちゃんも外食ばっかりはダメで、そんな湯水のようにお金は増えんから言うて、まあお腹すいた、歌もすぐどっかかか回転寿司食べに行ったりとか、うん、で僕らの僕も出すよ、でここ最近何回かもう母ちゃん出すよ、俺が出すわってずっと、だもうまた俺がレシート打ったら、もうやらねえ、うん、私が払うって言うけど、いやいや俺が今できることやから、俺が頑張ればええことやから、そんなを出せるときは出すよって、うん、毎回なんか言ってもなんか自分お腹空いたんじゃないんか、これ食べるかなんか、でも外でばっかり食べる、うん、カッコ計算してもさ、歯5、6万使うと思って、うん、普通の家の家計で5、6万外食、うん、ありえんでしょって、うん、せいぜい頑張ったところでさ、30万取れて今ええところよって、なんか自分で経営してなんかそれやったら、それは自分の努力次第やからなるかもしれんけど、うん、普通の会社でまあまあまあ20万か30万、まあ用意して40万取れたらもう御の字、うん、今それまで5、6万やったらもう、うん、母ちゃん持たんで、うん、母ちゃん月どれぐらい使えると思って、多分父ちゃんのもう50万ないだろうって、ずっと船1ヶ月2ヶ月ずっと乗って、でも母ちゃんはすっぽりもうその父ちゃんのことも受け取るから、でそれが失敗、うん、絶対バチ食らうわって保険証会やし、うん、ああ、うん、それはもうこれから、うん、だからもう結果出すしかないし、うん、少しでもだけどもいっぱい助けなあかん人間がおるから、あのお山行ってくればね、またなんか劇的に変わりますよ、彼らは口ではそう言ってるけど、現実に階段のご本尊様の御元に行ってきたんだよっていう、こんな強烈な説得力はないからね、あなたたちは見ないで行ってるだけでしょって、
どこにお山にそういうね不浄なただれてることがあったのよって、私たちはこの目で全部見てきたよって、それはやっぱり見てることない人にとっては反論のしようない話だからね。だからそれはね大きなまた下手っていうかインパクトになりますからね、大きく変わりますよ。